変調方式とは、電気通信において、基本信号に対して、その振幅、周波数、位相などを変化させることにより、信号を伝送する方式である。モールス通信やアナログ式の電話などでは、信号を断続させたり、音波をそのまま、電気信号に変換して、通信を行っている。しかし、例えば無線による、音声通信において、 音声信号を無変調で電波として送信することは、音声の周波数が低すぎるため現実的ではない。よって、音声信号を一旦、より高い周波数の信号に変換して送信し、受信側で、また音声信号に戻すことにより、信号を伝送する方式をとっている。これは20世紀の初め頃、三極間に始まる各種の増幅作用を持つ、 真空管の発明により始まったエレクトロニクスにより実用的に可能になった技術である。有線通信においても同じ頃に多重化による設備の有効利用などを目的とし無線通信と同様に搬送波を変調する方式が採用された。また光通信は光を変調することにより通信を行っている。通信以外にも 特性が非線形なアナログの時期、記録媒体などにおいて、高周波の変調によって記録している。例えばビデオテープでは 5MHz 前後のキャリアに周波数変調で NTSC を記録している。AM や FM といった用語は、ラジオ放送の方式として、広く知られているが、もともとは変調方式を指す用語である。一方、例えば、周波数変異変調が、 FSK と呼ばれているのは、電信の操作に由来する。以下では、アナログ変調、デジタル変調、パルス変調に分類しているが、これは一元的な分類ではない。アナログ変調と、デジタル変調という分類は、通信される情報に着目した分類である。それに対し、パルス変調は、搬送波が区形波である方式の総称であって、アナログ変調のパルス変調もあれば、 デジタル変調のパルス変調もある。情報信号が AM 信号または FM 信号によって搬送されている。レイアナログ通信のための振幅や周波数や位相などを連続的に変化させる変調方式である。ラジオで用いられている。デジタルな情報の通信のための振幅や周波数や位相などを不連的に変化させる変調方式である。 搬送波が区形波である方式の総称である。アナログな情報を、いわゆる AD 変換によって標本化、量子化し、デジタルで通信する、という方式を指すものが、パルス符号変調、PCM である。他は、パルスの振幅、幅、位相などを変調する方式で、変化量が連続的な場合と理算的な場合の、両方がある。ありがとうございます。